はい、どうも横浜イカサロンの藤森です。 本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ、今日もね、手筋講座ということで一問やっていきたいと思います。さあ、黒番でね、これね、もうそこら中弱いような形でね、どうしたらいいんだっていうね、局面になるわけですけども、ここで非常にいい手を離すとですね、まあ、白の種石を取ることができまして、黒としてはこのね、弱かった四つとかこの辺の真ん中のね、五個の石が非常に強い石になりますよ、というところになります。さあ、ということで非常にね、大事な局面。皆さんもね、ぜひともね、ゆっくり考えたいよって方はね、ぜひ、 動画を止めて考えてみてください。 ははいでは答えの方を見ていきたいと思いますけどもまあ、この問題はですねね実はね私が今ねパーソナル指導ということでまあ、個別でねインターネット使ってレッスンしてたりね問題出したりとかいうのをやるんですけどもまあ、そこで1人ね小学校の男の子がねちょっと苦戦している問題ということなんで改めてこの動画でもねやってみようかなという,ふうに思います。まあ、最近ではね結構オンラインサロンもやったりパーソナル指導もやったりねオンラインでもいろいろな方とね一緒に囲碁をやっていけるような環境もね整ってまいりましたのでぜひそちらもね概要欄からチェックお願いいたします。はい、ではいで答えの方を見ていきましょう さあこの白をねどうやって取るかっていうことなんですよね結局ねこの3つが取れれば一気に黒としては楽になるんですが例えばここにね飛び込む形え浮かぶと思うんですけどもこれはね出てこられて切られてみるとこれはやはりね黒が2手で白が3手ですから取れないんですこんな風に打っても当たりされてこれでツナぐともう当たりで3つ取られてしまいますしなんかちょっとこうにしてねえ粘る手はないかななんて思うんですけどもこれもやっぱりこっちから当てられて結局ここを繋いでも取られちゃう形ですからね、は。い なのでこちらの飛び込みは失敗ということになりますということで正解はこれはこちらがダメということでここのツけが正解と いうことになるんですねさあ、これで最後までね読み切ることができるかどうかというとこなんですが、ここで、まあ、出てこられて、えー、押さえたときに切られてあ、取られたからだめかと、えー、ちょっとね頭の中で読んでるとここで諦めてしまいそうになるんですけども、実はここまで合ってるんですよ。ここからが大事。えー、ここからどうすれば4つ取れるか、ここからだよって言われるとね、ねぐっと難易度は下がるんじゃないかなと思います。ただ、頭の中でやってるとね、ねついついこの形で諦めちゃうってことあるんですが、これはもうそうですね。えー、こ,こから当たりにしまし 그렇게 ぐるぐるーとこうね絞っていきますとこれもうつなげないんですね繋いだらもう切ってしまって、えー、ここと種石を大きく取ることができましたはいということで、まあ、ここにツケが打てればですね、えー、例えばコスミツケとかを打たれましてもこれもまあ繋いでおいてもねこの3つっていうのは逃げれないですねはいですから、えー、まあ、ここに打てればですね種石を取ることができますから、えー、これで一気に黒としては強くなって白を今度は一方的に攻めることができるぞということでまあこの手に気が付けるかどうかっていうのがね非常に大きな ポイントとというところになりますねはいということで今回はね手筋講座ということで非常にこれもね実践でできやすい一つの筋になりますから是非ともね知っておいていただけたらいいのかなと思います。 はい。ということで、本日もね、できましたよとかね、今日もできませんでしたとかね、えー、そのような声もね、楽しく見させていただいております。はい。ということで、これからもね、楽しくみんなでいこうやっていきましょう本日もご視聴いただきましてありがとうございました毎日ね、いろいろな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録の並びに高評価、よろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ